くぞ。最も速い馬娘が勝つというサツキ賞、成長を見せつけるのは誰だ。このレース最も人気を集めているのはテイエムオペラ王、1番人気です。続く2番人気はミホノブルボン、注目の東海帝王、6枠11番での出走。気合十分、いい顔してますね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。スタート。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。ミホノブルボンとアイネス封じ、この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気 KM オペラ王、ミホノブルボン、快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのはミホノブルボン、このままリードすることができるか。1コーナーから2コーナーへ向かう。先頭はミホノブルボン、単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのはアイレス封じ、4馬身差アグネスターキオ、さらには14番内から内から琵琶早秀、外から行く18番1馬身差3番1馬身離れて15番1馬身差エイシングフラッシュ。東海帝王落ち着かない様子、スタミナを切らさないか心配です。ミホノブルボンまだリードをキープしています。続きましたアイレス封じ、その後ろから琵琶早秀、向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ12馬身。順位を振り返っていきます。依然先頭はミホノブルボン、先頭から大きく離されて2番手はアイレス封じ、琵琶早秀、並んできた後からアグネスターキオ、5番手には14番そして18番1馬身差エイシングフラッシュ、3番追走テイエムオペラをこの位置につけています。外から外から東海帝王、1馬身離れて15番そしてその外から行ったのは9番、少し後ろから6番それを見るようにゴールドシップ、外で12番第4コーナーを進んで直線へ向かう。勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。中山の直線は短いぞ、後ろの子たちは間に合うか。東海帝王前を狙っているぞ、並んでくる東海帝王、外から東海帝王、驚異的な末脚アグネスターキオン。君と夢をかけるよ、この力で。うわー、帝王伝説はここからだ。残り200、東海帝王ぐんぐんと上がっていく。東海帝王完全に抜け出した。東海帝王差し切ったゴール、勝ったのは東海帝王。さあ月を制し三冠の一角を手に入れました。2着アグネスターキオン、3着エイシングラッシュ。トップステップ大勝利、ブイブイ。